インドネシア温泉炭鉱。今回はスマトラ島に初上陸してスマトラの温泉に来ました。こちらはスマトラ島の、西部の西側にある、ちょうどスマトラの真ん中の西側にあるパダンというパダン料理で有名なところがあるんですけど、そこから車でだいたい4時間ぐらい内陸に東側に入ったところにある温泉です。温泉の名前は、追ってタイトルに、書いておくんで、それを地名検索していただければ、ここが場所がグーグルマップでわかると思います。で今ここにはすごい温度が暑いですね。でここからこれはですね、温泉の湯口がなくて、この下が石岩になってるんで、下からの足元湯室の温泉ですね。本質的には無色透明なんで、特に塩分とかもない単純性ですかね。でも温度が40、ここで4度、3度4度ぐらいはある、結構暑い温度の温泉で、非常にいい温泉ですね。パワーがありますね、とっても。湯船が3つ、向こう側とここ、温度がここが一番熱い温度で、ここからのお湯が向こうに来る感じ。ここがメインですね。いや、橋本湯室の源泉かけ流しの温泉なんで、とっても効く感じで、暑いんで、これはきっとこの後ドーンとこう、湯疲れが来るような、眠くなって眠くなるいい温泉だと思います。スマトラ島の温泉、ここからで、まあ、ここからトバコにかけて、温泉が点在してくるんですね。でトバコといえば、世界一のカルデラ湖なので、そこの火山パワーはもう、世界一と言ってもいいところなんですけど、やっぱりそれにたがわず温泉がずっと、その辺りに点在してます。ここからちょうど北にずっと温泉が点在しているので、これからそれの湯巡りをしていきたいと思います。はい、それではまた温泉いただきます。